どうも、藤森です。さあ、今日はですね、やってみましょう、藤森んちのルームツアー。さあ、ということで今日もね、リクエストのコメントにもいろいろいただいてたんですけども、まあ、家もっと見せろよと、私物見せろと、そういうね、お声が多かったんで、このルームツアー、やってみたいと思います。早速まずはこの寝室からですけれども、ご存知の方もいるかもしれませんが、スタートは藤森んちの毛布クソだせえと言われ続けているこのベッドからのスタートでございます。これね、言うほどね、ダサくないんですよ。これシャイ君の隣で一緒にツアーに参加してくれます。よろしくねー。そう、もうね、なんつってもこのシャイがね、一番この毛布気に入ってるんでね、誰に何を言われようが絶対に使い続けたいと思います。ちなみにベッド周りですけどもね、例えばあのこういう間接照明置いてます。イサム・ノグチさんのね、デザインしている明かりシリーズのランプなんですけれども、非常に優しいね、光で寝心地のいい空間を演出してくれるんで、もう好きでね、ベッドのこの両サイドに置いちゃってます。横にはね、なんかあんまりよくわかんないですけど、こういうオットマン的なものが置いてあるんですけど、ソファーと一緒にね、買ったんですけども、ちょっと今ソファーと別々に使ってるんで。そして横には謎のこのね、デヴィ夫人が着てそうなベロアブルーですかね、こういった椅子がありまして、まあ朝起きたらまずここに座って、そして、あちらの鏡を見ると、はい、気持ち悪いですね。こんな感じでね、始まりまして、まああとはこのこっちですね、あんまりまだね、開けたことなかったんですけど、ね、とにかくね、収納がめちゃめちゃ広いという。何が入ってるかっていうと、まあもちろんあの大体、お洋服なんですけれども、ここら辺ね。はい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 。こんな感じでね。まあ、洋服類がざっと入ってます。この間、まあ、ファッションショーやった時にもね、結構お洋服はご紹介できたんですけども、まあ、ここら辺見ると分かるように、もう何かあったらもうね、パーカーに頼るという、このパーカーの多さね、黒いパーカーだけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 もうパーカーがとにかく多い。逆にあんまもう着てないこれとかね、これはもう見てください、これ背中にグッチって入ってます。なかなかこんだけ押し出す人いないでしょ。僕も若干ね、こう人目を気にしてしまって、もう今あんま着てないんですけども、これ誰か着たいよっていう人いますかね。まあ、一応ご希望があれば、もうなんか視聴者プレゼントとかでもいいかなと思ってますね。じゃあこれ一応こっち出しておきましょうか。視聴者プレゼント用のね、お洋服はこっち。あとは前にもご紹介したこのメガネがあったりとか、下着類、パジャマ類ですね。からまあここはちょっとトレーニング系の、これがめちゃくちゃ良くてね、これ筋膜をこうリリースするためのね、振動を与えてくれるやつなんですけど、これちょっと顔にやってもね、全然効果ないんですけど、こういう風にお尻とか太ももとか腕、ふくらはぎ、まあそういったところに使うと非常に効果があるということで、これ段階もね、4段階ぐらいに分かれてました。今、はい、こんな感じでございます。よし。初めて顔にやったけどね。え？なんかリフトアップされた？右だけ。そんなことはないか、今。すっごい右だけスッキリしてんだけど。え？なにこれ？意外とこういう使い方あり？そう、まあだからクローゼットね、もう服もだいぶちょっと処分したんですけど、減らしはしたんですけど、やっぱ断捨離しないとね、こういう時期だからこそなんかこう気持ちリフレッシュしてスッキリさせるってのも大事かもしれないですね。ここら辺はまあズボンとか、帽子、ちっちゃいバッグですね。あとはまあちょっと冬物ですね。ここはこういった感じで置いてます。まあ寝室はね、こんな感じですけども、あとこういうなんかちょっとチェストですか、棚があったりとか、これでね、僕が好きなベルナール・ビュッフェっていう人の絵なんですけども、この絵結構気に入っててずっと飾ってます。時計っていうか、もうルーティーンで結構普通に家映しちゃってるんで、
今更それまで見たよという人も結構多いかもしれないですね。じゃあ下着いきましょう。続いて、まあ、寝室から、リビングにね繋がってるんですけども、もうここが一番一日のうちいる時間長いですかね。やっぱ特にこのソファ、トラックファニチャーっていうところの大阪にある家具屋さんなんですけどね、もうそこの家具がすごいかっこよくて、全部このテーブル、テレビ台ですかね、全部トラックファニチャーで作ってもらいました。結構これ半年8ヶ月ぐらいかな、注文してから待ちましたけど、もう待ってる間もワクワクでね、すごいこうなんか飽きが来ないデザインで、しかもなんか木もねすごいいい木を使ってるんですよ。そう、そんなねお気に入りだったトラックの家具ですけど、見てくださいこれ、もうシャイがガシガシにね好き放題やってくれましたこれ。まあでもなんかこれはこれでもうねオンリーワンのこう味かなというね、シャイ君ね、いいよね、シャイが いるんだぞここにっていうね証になりますから、まあこれはこれで気に入ってます。ここももうガシッとね言っちゃってますけども、シャイ君、ちなみにまあテレビの横にはこうやってちょっと僕結構あのジョーカーが昔から好きでね、まあ去年あのホアキン・フェニックスのジョーカーもありますけども、それより前にこのアニメで、やったりする方のこのコミックの方のジョーカーがね、これはニューヨーク行った時かな、アメコミショップで買ったんですよ。あとはまあこういうね壺、これは後輩の子孫の忍が誕生日なんかくれたのかな。そう、あいつはねなんかセンスいいんでね、こういう小物とかすごいさりげなくくれるんですよ。でここが、まあご飯大体食べたりするダイニングテーブルですね。大体人数で 1,2,3,4 人、4人座れるんですが、ほぼここしか使ってないですね、はい、ここもうここに座って、こうやって食べると、なぜならここからまあテレビも見れるし、うん、でなんか冷蔵庫とかも取り行きやすいし、あとのこっちの3つはほとんど死んでます、使ってない。うん、でここからこうやってね水も取れるという。で、このちょっと、このウォーターサーバーはね、結構3代目ぐらいなんですけども、はい。JSOUL じゃないですよ。これね、もう探して探して、ようやくここに行き着いた。まあ、何がいいって、この足とか、このね、サーバー自体の色ですけども、なんかうち、大体こう、家具とかもちょっとアンティークチックな、ウッディなものが多いんで、なんかそれに合うウォーターサーバーってないかなと思ってずっと探してたんですよ。家具とマッチするんで、まあ隣にね、こういう、物を置くところとかもあるんですけども、こういうものとなんかあっても違和感がないっていうので、これを今レンタルしてます。アマダナっていうね、ところのウォーターサーバーです。さあ、これね、ダイニングテーブル。電気とかもね、これずっと電球なんですよ、もう。電球、5電球っていうね。さあ、そしてここが、キッチン。なんだ変哲もないキッチンですけども、この辺は、もうとにかく今はね、減量、プロテイン生活してますんで、ちょっとやっぱどうしても小腹が空いた時はこういうね、プロテインバーとか、まあバナナとかリンゴね、ここら辺をまあ食べて、ちょっと小腹を空いた時は、しのぐと。あとはもうね、ここら辺ですね。もう藤森なんつってもね、絶対的なオリーブオイル信者なんで、常にこうオリーブオイルが何種類かあるっていう、あんまり普通の油をこう料理するときに使わないんで、基本的にはどんな料理するときもオリーブオイルを使うと。無類のオリーブオイル好きです、モコミツさん以上に。はい、これね、サバス、今日朝飲んだこのサバスのプロテイン。あとこれはすごいもうねいいですよ、知ってますかね、我らがグルメを渡部さんがね CM やってるソーダストリームっていうところの炭酸水を作るね機械なんですけども、ここにこうガシャンとボトルを挟んで、これをプシッと押すと炭酸が入ると、これ非常に便利です。あとはね、お米炊くときはね結構これもう好きなんですよ。これシロカっていうところの炊飯器なんですけども、まあ、土鍋で炊ける炊飯ジャーみたいな、めちゃくちゃ美味しくご飯炊けるんで、もう本当に気に入ってます。あとはまあ冷蔵庫ですね、冷蔵庫なんか男のね
冷蔵庫なんて大したもんないですよ。見てください、これ基本サラダチキンで、これ俺大好き、シソニンニクね、めちゃくちゃうまいのよ。でこれはあの成城石井で買う極粒、美味しいんですよ。これあったらかっこいいかなと思ってね、6本背伸びして朝日のスーパードラ置いてるんですけども、1ヶ月ぐらいこれもこの状態です。減らない、全然飲まないから。なぜならチャラ男はねアルコールめちゃくちゃ弱いので、代わりにやっぱこういうお漬物とかすごい好きで、これ岩下の新生姜となんとかのキュウちゃん、はい、キュウですね。今ねハマってんのがねここら辺よ、冷凍シリーズ、冷凍ブロッコリーとか、あとこの冷凍ほうれん草で冷凍カリフラワーとか、ね、ここら辺がねめちゃくちゃいい。これカリフラワーなんかもう白米の代わりに食べてますから。でブロッコリーもねなんかあった時にすぐ食べれるし、でこれはあの味の素のもう僕が最強だと思ってる冷凍餃子ね、フライパンで油水一切必要なく使えちゃうという、やっぱ家にこもることが多いんでこういう風に蓄えております。どうですか、楽しんでいただけてますか。あとなんかあるかな、俺が何のフライパン使ってるとか別に興味ないでしょ、興味ないよねっていう人のためにあえて見せちゃいます。フライパンといえばこれでしょ、ティファールでしょ。え、これティファールだよね確か。そうそう、この真ん中にね赤いのついてるから、ティファール。もう俺結構5、6年使ってるけど全然傷まないね、やっぱりバリリア鋼で作られてんじゃないかっていうね。さあ、あと小物が結構好きでね、これとかも結構気に入ってんすよ。なんか飲食店の入り口にあるようなタヌキなんですけども、それがちょっとこのビームスとコラボしてね作ってるタヌキで、ビームスのカラーであるオレンジにしてあったりだとか、あとこれはねカーズを、映画のカーズクロスロードやらしてもらった時の吹き替えでね、やったんで、その記念になんか作者なのかな、なんか作ってくれた絵ですね。じゃあちょっとこっち行きますか。ここがまあ玄関になるんですけど、このね縦長のラグめちゃくちゃ気に入っててね、これすごいんですよ。これイケアにねあるんです。ちょっと待って、ラグテーブル、だから全部ラグめっちゃ好きでね、このダイニングの下のこのラグもなんかいい色合いで、しかもちょっとこうユーズド感があるんですよ。新品なんだけどユーズド感がある状態で売ってて、でこのシャイ君のね一応ゲージの下にもこういったラグがあったりとか、でこの大、リビングのテーブルの下にもこういうねちょっと色味の強いものを置いてみたりとか。ラグってねやっぱ部屋のイメージこれでガラッと変えてきますから、すげえいいんですよ。でこれやっぱりこれね、やっぱりリッチマンの家にはね欠かせない虎のカーペット、もうとんでもないフェイクですけどね、これでもこれ可愛くていい、これ結構リーズナブルなんで、うん、リビングで虎を飼いたいよ置きたいよっていう人におすすめです。はい、シャイ君いくよ。そうということで、だから俺結構ねそのラグとかねカーペットすごい好きで、玄関もここにちょっと置いたりとか、で横尾忠則さんのね絵が玄関にあって、なんかこう行ってきますでもただいまでもね、こういうなんか色味があるとテンション上がるんで置いてます。あとまあこれはなんか小物類ですね、はい、がなんかまあその時々気分によって変えたりしますけども、うん、これね花瓶とかもいいし、これも忍がくれたのかな、なんかグッチのキャンドルかな、スチャダラパーさんのね、はい、グッズとカウス、靴もね一時期に比べたらめちゃくちゃ減りましたけど、今まあ本当に普段履こうと思ってねえりすぐりの残したメンバーたちですけど、もうね一時期こうとにかく買い漁ってた時はね100足以上あったけど、結果本当1回しか履かないとかね、そういうものが多かったんで、やっぱりちゃんと吟味してね、履くものだけを残していこう、買っていこうと、そういう方で今います。はい、でこっちの部屋に来ますと、ここはねまあ見たことある方多いかもしれませんが、はい、ここで大体まあ私、YouTube を撮ってます。はい、シャイ君がねちょうど座ってきました。シャイここでね壁紙をちょっとこう青くして、まあちょっと背景映えるようにして、ここで YouTube 撮影しているというような形でございます。
さあね、皆さん、藤森とのルームツアーいかがだったでしょうか。ん？またね、皆さんからのこういった、あれ見てよ、これ見てよと、藤森もっとさらけ出せよというようなリクエストのコメントお待ちしてますんで、ぜひとも温かいコメントで皆さんメッセージをお待ちしております。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。シャイ君、バイバイ。